なのに裸のガンを持つ男っていうのがあります。裸のガンを持つ男っていうのはもう本当にくだらない映画好きにおすすめで、ゴッドタンやアメトークよりくだらないって言えばわかるかな。主役基本的には刑事物なんですよ。で刑事物でもともとは知能指数ゼロ文章っていうですねセンスのかけらもないですねフライングコップというですねタイトルでアメリカでドラマだったんですね。で4話しか作られてないドラマだったんですけども、めちゃくちゃ人気高かったですね。ポリススクワードって言って警察物なんだけども、あらゆる警察物のパロディだけでできてる、いわゆる最終絶叫計画の刑事版みたいなものを1980年代にやったのかな。で主演のドレミン警部、そのテレビシリーズでやった、レスリー・ニールセンって役者、この人はすごい古くから映画出てるんです。で結構主役やってるんですけども、全然パッとしなかったのがこのポリススクワードっていうテレビシリーズに出た時に、あこいつコメディできるんだって言ってうわっと人気が上がって、その後ですね裸のガンを持つ男シリーズにこう3作品が、なんか連続して出るようになってコメディ俳優になったんですね。もともとは僕が知ってるレスリー・ニールセンっていうのは禁断の惑星っていうですね大昔の SF の中のですね宇宙船の船長をやってるですね、なんか結構ですねヒーローっぽい役やってたんですけども、だから裸の顔を持つ男を見た時はどっかで見たことあるなと思ったんだけど、まさか禁断の惑星のアダム船長がこんなところにいらっしゃったとは。確かなんかポセイドンアドベンチャー古い方のポセイドン号の船長もやってて、船長ばっかりやってる人なんですけどやってたのになと思ったんですけども、なんかで映画は何がくだらないのかっていうと、基本的にはその元々はポリススクワードっていう刑事ドラマのパロディーものなんですよ。で、何だったっけな、23分探偵だったっけな、なんかそういうドラマが日本でもあったと思うんですけど、それがもう本当に、裸のガンを持つ男を本当に引用して作った作品なんですね。例えば裸のガンを持つ男はテレビシリーズの頃から何でも知ってる情報屋というのが出てくるんですよ。で、大体情報屋は靴磨きかなんかやってるんですけど、靴磨きやってるとそしたら、ドレビン警部が行って、マフィアのなんとかってやつしてるかって、そんなやつは知らねえなって靴磨きです。で隠れてそーっと金渡すとですね、そしたらですねなんとかというやつはこれでにファミリーのやつでこんなことがあったぞってすっごい細かい情報を言ってくれるんです。で警部がありがとうって言って去っていった。そしたら次の客が来て靴磨くんだけど、次の客がもう体中血まみれのですね外科医なんですね、医者なんですよ。でその時医者がこう磨いてて、で心臓バイパス手術の時に第六動脈が破裂した場合の復元法はどうしたらいいんだかって、何のこっちゃ分かんねえって靴磨いててまたポケットから金渡したら、バイパスで一番大事なのは静脈と動脈との血が混ざらないことだって、まず第二バイパスをこういう風にしてっていうのをベラベラベラと言ってありがとうって言ったら、もう次女が並んでるっていうですね。まあくだらないけどね、すっごい面白いです。僕すごいそのテレビシリーズはこういうのがこうチャキ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 出てきて、でその中で後に殺人犯で捕まるオージェー・シンプソンとかですね変な役者がいっぱい出てきて、確かねアメリカで一番背が高い俳優っていうのも出てくるんですよ。でそのアメリカで一番背が高い俳優っていうのが新人の刑事の役で、いつもいつもカメラに顔が映らないっていうですねいや全員がなんか部屋の中で取り調べしてる時もそいつ背が高すぎて顔が映らないんです。で最終回まで顔が映らないままなんですけどもなんかねすごい見切れ芸ですね、見切れ芸すごい好きなんです。でこの裸のガンを持つ男は映画版の方が入ってるんですけど、映画版もいい感じで今言ったですねテレビ版の匂いを残してます。で今話した情報屋もちゃんと出てきますので、ですね1月14日までなので見てあげてください。